改めまして、こんおはようございます、しゅんです。よろしくお願いします。あ、寒いですね。半袖は寒いよ。というわけで、私は暑がりなんで多分大丈夫だと思います。よろしくお願いします。で、1曲目から聴いてください。ミクが好き。サビなのにね。あ、大丈夫です。大丈夫です、かけて。お願いします。
好き。ありがとうございます。どんどん聴いてください。ピアノあの時はしゃいで見せた笑顔覚えてるよ。きっとこれから先何があっても忘れないよ。優しかった君の声もずっと残ってるよ。あの時の君が私のこと見つめた。連れて帰った寒い午後は傘を登り爪を立てて空を見上げていた。君には初めて屋根のついた場所なのかな。月と溶け合うのに時間はいらないの。そして君は眩しそうに微笑めて寒く君はソファにお気に入りの場所を作りいつも寝転んでた。暖かい空気の一つになった。君はゆっくり私のそばへと近づいてそっと座る。そして君は眠たそうに目を閉じてやっと泣いた。いつまでも私のことを愛してくれていたね。泣いた日も笑顔の日も一緒にいたそうでしょ。いつまでも私のことを忘れないでいてね。泣いた日も笑顔の日も一緒に過ごしてね。いつまでも君のことを愛していてもいいの。雨の日も私ない MC をしてみようと思います。この後歌う曲はしれっと新曲を歌います。作ってできてさっき音源をもらったばっかりなので、まだどこでも歌ったことがない曲です。なんかしれっとやろうと思って書かなかったんですけど、ツイッターとかにやりますとか書かなかったんですけど、しれっとやりますので、こういう曲もやるんだねみたいな、ちょっと歌詞は暗いんですけど、曲は明るいのかな、そんな感じの曲なんで、よかったらこの曲も好きになってくれると嬉しいです。答え
白い部屋これは病室のようだ君が笑う声だけが頭真っ白真っ白真っ白さよならなんて言葉は簡単で君だけ分かってくれて願うんだよ僕なら強いから一人で生きていてそんなの嘘だよ見抜いてよさよならなんて言葉はなくたって君だけ笑ってくれたらいいんだ僕は僕から僕らになりたがる幾度のさよならを超えて
でした。